人の身にしてよくここまでたどり着いた。さすがは伝説の勇者だ。勇者殿はあんなものが欲しいのか。いいだろう。世を倒せたら進呈しようではないか。
さすが勇者、今回は世を超える勇者ほどの思いの強さに負けたようだ。その思いに敬意を表して、ただ一つ残しておいた星の涙をお譲りしよう。受け取ってくれたまえ。しかし世の存在が完全に消えるわけではない。世はオルカディアに虐げられた人々の怨念が実体化した存在なのだ。よってオルカディアが滅ばぬ限り、第二第三の世が現れることになるだろう。その時に再び勇者どもに会えるのを楽しみにしているぞ。ではさらばだ。ありがとうございます、勇者様。マザーウェルから悪魔の気配がなくなりましたわ。それはそれはよろしゅうございました。それではこちらへどうぞ。人間世界への帰り方をお教えいたしますわ。これが時の封印です。この封印のくぼみに宝玉、時の涙をはめると、時間流に対してのマザーウェルの速度を落とすことができます。川に竿を刺すようなものですね。それでその竿を刺した時の反作用が宝玉、時の涙をはめたものに返ってきて、時空を超越して
人間世界に跳躍できるのです。本当にありがとうございました。世の存在が完全に消えるわけではない。世はオルカディアに虐げられた人々の怨念が実体化した存在なのだ。よってオルカディアが滅ばぬ限り、第二第三の世が現れることになるだろう。その時に再び勇者殿に会えるのを楽しみにしている。ではさらばだ。そうですわね。あるいはこういうことかもしれません。この宝玉時の涙は、人の願いや怨念などの強い思念を具象化する力があると伝えられています。マザーウェルも基本的にこの宝玉と同じ物質で構成されています。このマザーウェルという世界自体も、宝玉が誰かの願いを具象化させて作ったものだという勇者伝説の遺伝もあるぐらいです。ということは、悪魔が言うように、人間世界の怨念が人間世界に残る宝玉を通してこのマザーウェルで具象化することも十分あり得るのです。やはり人間世界に残る宝玉、時の涙をすべて回収してマザーウェルに運び、人間世界と妖精世界を完全に遮断するしかないでしょう。そうすれば悪魔の復活を防げるはずです。その点は大丈夫です。私が時を戻す魔法をかけますから。いいえ、大丈夫です。勇者様の固有時間を戻すだけですから。それにこのマザーウェルと人間世界は独立して時間流の上を流れていますから、すでにこちらに来ている本玉は影響を受けませんわ。でも私はこの世界の物質にしか魔法をかけられないのです。勇者様の勇者の証は確かにマザーウェルの物質に近いのですが、完全に同一というわけではありません。精神反射率 0.38 なので、マザーウェルの物質の 0.39 と 0.01 しか違いませんから、一応魔法はかけてみます。おそらく魔法の発動と効果に少しの誤差があるかもしれません。あと時を遡る場合、知識はなかなか持ち越せません。でも強い感情とか特別に執着のあるものは持ち越せますから、人間世界に戻ったら宝玉とマザーウェルのことを強く考えるようにしてください。では魔法をかけます。
別に今すぐ時間が戻るわけではありませんから。それは人間世界に戻ってからです。忘れないでください。完全にマザーウェルの物質というわけではありませんから。魔法が発動するのに時間がかかると思います。その時は宝玉を、時の涙を全てこちらへお願いしますわ、勇者様。